はい。えー、こんにちは、ジャンゴです。今回は、えー、ピオ正義ね、やっていこうと思うんですが、えー、レベル19ヒヨナさんにもね、早速5連敗したので、まあ、ちょっとね、誤敗するたびに、えー、ピオテイ君にね、共食いしてもらって、ちょっと勝ち方を見せてもらおうということをね、まあちょっと前々からやってるので、まあ今回もね、そんな感じでやっていこうと思います。ということで、えー、まあ3、今回から3曲ぐらいね、ちょっと、 お手本をね、見せてもらおうかなと思います。で、玉の囲い,いってやつなんだけど、えー、これに関しては、とりあえずね、えー、レベル19ヒヨナさんとは初の共食いなので、まあ、特に指定なしで、えー、見ていこうかな、ということでね、行ってみましょう。よろしくお願いします。はい、えー、じゃあ、ちょっと見ていきましょうか。まあ、とりあえず、えー、っとね、ピヨテが、 どんな感じで勝ってくれるのか、眺めていきましょうか。お、いきなり角ぶち込んで、いきなり角ぶち込んで馬ができる。ほう。ー。いきなり角ぶち込んで馬ができたね。あれは、なんだ、5の真ん中の、ポが前進してたからできたのかなと。 いう感じですがまあちょっとその辺は後でもう一回見るかはい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 まあでも角が裏返ってるだけでもなんか良さそうな気はするけどね銀がええー、どんどん前に出ていくえー、で相手のひよなさん王様ね えー、左の方にどんどん逃げていってますね。で端っこつついて端っこつついてで、えー、ポが前進して、えー、さらに右端は相手がひよなさん側が連続でつついてくるとで銀が前進、えー、お互いに銀が前進で玉が移動する。 あれ銀下がった何だでポーが前進して銀がなんだ相手行ったり来たりしてるこの構えのままで痛いのかこの構えのままで攻め込んできてほしいとかそういう感じあ角がトビさん狙ってる避けたえケ、ー、イちゃんが前進するこれは馬が狙われてる馬バック。 え、で、ポでつついてきて、まあ、ぽを取り返す。えー、ポでつついてくる。で、銀か。ほへぇ。で、角がバック。で、ポで、えー、ケイけいちゃんアタック。で、相手はポでと、えー、ポでポを取って、で、けいちゃん取って、で、ポで前進すると。 はで、えー、さらに取る。で、銀で取り返して。これでも相手のトビさんのラインがさ、一応、あポで殴って。えー、ケイちゃんで、ああ、そうか、角と、角とトビさん横並びになったってことか。これはあでも、馬で取って、えー、トビさん避ける。 ま、避けたはいいけど、そうか、馬が入り、あー、で、一旦、ケイちゃん、よ、えー、っと、トビさん避けて、ま、前からつつかれたけど、取りますと、はん。えー、で、角をもう一本で殴る。一旦、馬にするのかしないのか、一旦、馬にするね。えー、で、トビさんで、えー、取ってきた、 え、馬で殴って、え、前進させて。で、ポで、え、銀の方をアタック。え、避けると、トビさんの退路が立たれてるところがあるので、ポで殴って、ああそれは取るのかなあ、馬で取るのまあでもそうか、今度は馬、 がいなくなくったけどトビさんがダブルになるとで角で角で金狙うでケイちゃんは取られるへえで馬バックでトが、えー、裏返ってきたポが前に進む銀バック馬が えー、馬が後ろに下がるでポでつついてきたまあ取るか取るねえで、ー、ポぽが取られるそこに、えー、トビさんで、えー、ポぽでアタックしてまあこれ一旦下がるのかあそっちかへえ で、トビさん表に裏返すいや馬でつつくのかで後ろバックへえこれは金の方で取るで馬ができるかおるちゃんでとって馬バックうーんなるほどなんかよくわかんないやりとりだな でも結構なんかあれかいい勝負してるのかわからんけど。えー、角銀で取って、えー、ポで取られる。はいはいはい。なるほど。 でも結構なんか考慮え時間を使ってる感じがするのでまあやっぱり相手の方もね強くなってんのかなみたいな感じですねえ銀でついてきてえ後ろよけるかおりちゃん突っ込んでくるまあこれは取るんでしょうんうんでけいちゃんで殴ってくるが えー、金を取ってとで取らえと、ー、でポで取られ、えー、ポで取られるでそことり返して銀の横だからまあ入れるよとで一旦王手をされる王様が、えー、逃げるポでつついてえー、後ろ下がるでポでつついてえー、どっちで取るんだ 金で取る。でポでつついて。まあもう一回取るのかバックか。まあもう一回取るのか。でそこを取ってくる。これはケイちゃんで取る。なるほどあーでもそうかここまで来ると結構はっきり相手のこ <laughs> 相手の駒がないのか。 引きこもってみたもののその先がなさそうですねなるほどなるほどで銀で横から殴ってドラゴンあドラゴン捨てちゃうのかそして なるほどまあそこはあれか金でも何でもいいよって感じですねへえあでも思ったより長いけど初めからピヨテー側がかなりいいのかやっぱ馬で切ると強いんだね なんでいきなり馬できちゃったんだろうみたいなところを見ていくか。まあでもね、馬作った後もだいぶ粘っている感じがするというか、えー、おそらく自分でやってたら仮に同じように馬を作れたとしても、その後がね、あの、うまくいかないような気もするので、えー、馬作るところまでだけじゃなくて、いろいろ、えー、参考にすべきところはあるんだろうなと、 いいいいいう感じですがほい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 まあでもこの辺りは結構いいっちゃいいんだろうね。一応抵抗してるけどほとんど戦力があって。 そがれてていいってるととうことです、ね、まあ最後のフィニッシュは最後のフィニッシュはそうこういうところねあのー、銀から入ってもうドラゴン捨てちゃっていいよっていうところはねなかなかゴールが見えてないと決断しにくいというかここもだからさ取られたらどうなるんだよっていう ふうに思っちゃうんだけど、取られたらどうするんだよって思っちゃうんだけど、ま、おそらくさっきの理屈で言うと、ま、こういう感じで取らせて、で、もう一回やるとこれ取れないから下がるしかなくて、で、角でフィニッシュっていうことができるから、ま、あどっちにしろあれだよね。取っても取らなくても、 えー、ここにドラゴン捨てに行った時点でもう、えー、王様は逃げられない形だっていうのはえー、っとねまあ後から見れば分かるねっていうところなんですがえー、っとねじゃあ最初の最初の馬ができたところはあでも馬できた時点では別によく 良いとも言えんのかこれ実は。えー、まずトレード入って、で、トビさんが、えー、逆サイド移動した時に、えー、一歩前に進んでた真ん中に角がぶち込まれて、で、銀で追い返して馬ができたのか。なるほど。でもこの時点ではまだ別に優劣はついてないのか。 難しいね。で、玉と銀を動かして、えー、ぽが前進して、玉がよ、えー、さらに動いていく。この辺はちょっとグラフが上に上がってるんだね。うん、何が、何がどう良くなった悪くなったみたいなところがまだ、わかんないね。 ちょっとね、今回のやつに関しては、ざっくり眺めるだけにとどめておこうかな。まあ、とりあえずね、あのー、なんかピンと来て、おでってなるものが少しでもあればいいかなというところなんだけど、なんかこれは難しくてよくわからんわ。<laughs> うーん、そうね。まあだからフィニッシュの、 えー、ドラゴン捨てた段階で取れてるっていうのがまあちょっと分かれば、えー、とりあえずよしとしておこうか今回はねはい、えー、ということで、まあ、今回はねこれで終わりにしようと思いますありがとうございましたよいしょ